これ大土半身やこれ。これ大土半身やろ。なあ。これ。この羽にさ、こうシワがあって、重厚な感じ。間違いないよ、これ大土半身やろ。え、しかも、でかい。なにこれ、めっちゃでかい。これ。うわぁ。うわぁ。どでっかい、これ。よっしゃー、これ絶対他にもおるよ。一匹だけってことはないから。一匹おればね、十匹おる。それ虫やから。土半身って。探すわ。もっと刈り上げたら、お土半身を。道沿い歩いとる。おった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 。姫土半身ですね、これは。姫土半身。また姫土半身おったわ。姫土。こっちが姫土半身で、こっちが大土半身よ。もう、すごいよね。見た目が全然違う。もうめっちゃ重厚、大土半身は。姫土はね、キャシャでツヤツヤして綺麗な感じなのよ。こっちはね、渋くて、がっしりして重厚なの。またおった。これ、これ大土半身やろ、これも。あ、これオスやな。さっきのメスで、これオス。オスはね、この触角の真ん中らへん、ここが膨らんどる。でもメスは膨らんでない。オスメスの見分け方簡単やからね。こっちの方ではさっきね、結構でかいガサガサ音が聞こえとったんやけど、なんかな。おっと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 、ほら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 、これどでっかいわ。バケモンみたいなメス捕まえちゃう。ほら、ボッテボテ、ブリンブリンのメスやわこれ。卵でお腹がパンパンになっとる。うわー、おっとおっとおっと、歩いとる。ほら、これ大土半身やな。ちょっと可愛いサイズやけども、大土半身。いっぱいおるやん。いっぱいおるよ、ここ。もっと刈り取ったる。刈り尽くしたるわ。刈り尽くしたるわ。刈り尽くしたるわ。でさ、ちょっと捕まえるの疲れてきたんやけど、マジでね、取れすぎて困るぐらい。地獄絵図やなこれ。一通りね、探せるとこ全部探して、こんだけ100はくだらんよこれ。100は軽く超えとるね。めちゃくちゃ取れた。大土半身と姫土半身と、あと丸首土半身ね。丸首土半身は一匹しか取れやんだけどな。姫土半身よりも大土半身の方が多かったね。探してみたら。いっぱいある、これ。うじゃうじゃ。うわぁ。ここやばいよ。土半身無限に湧いてくるわ。一回通ったとこさ、帰りもう一回通るとさ、おるんやわ。何回通ってもね、毎回毎回ね、何匹か出てきとんのよ。茂み隠れとるやつがさ、わらわらわらって歩いて出てくるのよね。いっぱいおるんやわ、これ。やばいよ、これ。100匹以上。刈り尽くしたぜ。これやばいよ、これ。うわうわ、溢れてきそう、溢れてきそう。危ない、危ない、危ない。こんな溢れてきたらやばい。大惨事やわ。いやー、これすごいね。こんなにおるとは思わんだわ、ここ。やっぱここの草原、ええ場所なんやわ。ね、俺が睨んだ通り、ここはめちゃくちゃ土半身おるわ。ここはね、ほんと稀に見る良好なポイントですわ。こんなね、無限に取れる場所初めてやわ。マジで無限に湧いてくるわ。マジでね、もうこういう草原とか、草原の近くの林のね、こういう茂みとかから無限に湧いてくるわ、大土半身が。
またおったわ、ほら喋っとる間もね湧いてくる。とんでもない場所ですよここは。土半妙が無限に湧いてくる。やばい。いやでもやったぜ、幻の大土半妙。まあ他にも混ざっとるけど狩り尽くしたぜ。こんなに持って帰ってもうどうしようもないんで逃がしちゃいます。何匹かね気に入ったやつはより分けてあるんで、こいつはリリースします。ありがとう、元気でな。うわ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 これやばいな地獄絵図やわこれ